はい、ハローフルチを申します。ドラゴンクエストヒーローズ、今回もやっていきたいと思います。ドアドキア2戦目やっていきたいと思います。ドアドキアの生命線、やはりドアドキアの洞窟にも魔物の大群が押し寄せていた。のんびりしている暇はなさそうだ。一刻も早く町の中へ進み、ドワーフたちを救おうと。ここは多分フローラとビアンカがいるんだろうね。それで全キャラが揃いますよね。まあまだ少ないよな、ドアドキア。うわすごいや、ドアドキアって綺麗なところだね。そうね、奥に見える建物は教会かしら。であれ、ねえ、あそこにあるのって、ああ世界樹の根だ。やはりここでも魔物に狙われているぞ。いけない、世界樹の根が失われたら町が滅びてしまうわ。え、まずいじゃない、早くその世界樹の根ってやつを守らなきゃ。トロルだ。すごい、もうすごい浮き出る。やめろ。ふんかっこよくいくっていう素材マニア、そういうわけでもないです。守備隊を配置したいな。マドハンド、仲間を呼んだっていうね、あれは面白かったな。いけ、あ、マドハンドサポートか。こっちから来る敵を任せるで、この隙に逆の方向の敵行くか。あ、マドハンド、そういう意味があるんだ。下にいるんだ。カブト割り、あー当たってない。カブト割り強いな。これ何、マドハンドか。カブト割り、突破された。てか敵が普通に来てる、守らないと。とりあえずここにとどまるか。あー魔人斬り、こう溜めてこうドンといくと、あ強いな。初期技溜めれるんだ。おい、いい今だ。おお倒せ、トロール倒せ。なんだなんだ、まずい。ハッスルダンス行こう。わあかわいいな。強い、ヤザルコ。でもって一旦引こうか。一体だけ敵がいるな。当たってないぞ。
ガッテンデゲス出番でですよ。行くでゲスよ。おいやっつ、カブト割り、強いな。あ、もうゴーレムが雑魚だ。鉄子お、テンションきた、テンション。ちょっと奥義使ってみたいな。ピョートル頑張ってるな。ここら辺で行こう。全力で行くでガス。カブトワリー総戦マザリー、総戦マザリー、よし行こう。勝負でガス。おお、強いな。こいつの奥義もなんか雑魚に特化してるな。範囲系の奥義は雑魚に見せるよね。あ、これ味方のゴーレムだ。ちょっと待って、世界中守りきれてない。出番でですよ。守りに戻ろう。頑張るね、鉄子くん。あ、勝ったんだ。妖怪だ。そういえばルーラー使えるよね。どこに行けんの、これ。これ使ったら。あ、あ、そっか。ドラケらしい演出だね。よーし、ありがとうピョートル、君強すぎるよ。もういい加減登ってこないで、しつこいやつはモテないわよ。ジェシカは分かってないでガスね。時にはくじけぬ心も必要なんでガスよ。私もそう思います。諦めなければいつかきっと。何よいきなり武器になっちゃって。モンスター軍最後の猛攻。もうキラーパンサー、よーし勝てるぞ。どんどん場外に放り出していくな。押せ押せい、トロルだ。あ、ゴーレムやられた。コインカモン、よっしゃ、作戦通り。クソ、ゴーレム拾えないな。お願いしましょう。行ってこい。逆サイドを相手し、おお、やってくれるね。全力のメラミぶつけるとかね。行ってこい。まさか。なんだこれ。あ、この中にいるやつには当たんないんだ。範囲広。戻る宝石狙った方がいいな。
あーまたか、包まれた。あ、そういうことね。アブトワリン、アブトワリン、もうほぼほぼ終わりか。まずい、逆拾っちゃったな。なんで鉄があんなとこにいんの？おかしいでしょ。あんな方に出したっけ。お、なんか落ちた。トロルとキラーパンサー互角なんだな。そっか、これモンスターコインの枠に応じてね、強さもだいぶ決まってるよね。 S のやつはだいぶ上もどっちに行ってる。トロルは HP が見えないから辛いな。お、また詰まってる。よーし、もう逃げるの待つくらいか。よーし、逃がさないよ。大したことなかったな。この辺りで魔物は片付いたみたい。あの変な根っこもなんとか無事だったみたいでよかったわ。ええ、本当に。でもここがこんなに魔物だらけじゃ先が思いやられるわね。町に魔物がおることは分かったが、ドワーフの姿が見当たらぬな。みんなどこかに避難した後なんじゃろうか。外には避難できそうにありませんし、みんな奥に逃げ込んでいる可能性が高いですね。町の奥へ向かいましょう。よし、そろそろヤンガス変えようかな。パワータイプでしょ。でも必要か。物理系で言ったらヤンガス一番強いかもしれないもんな。で、お、来た来た、ギガデイン。で、テリーはもう特技はないもんね。器用さとかそういうの上げていく系か。もう真空切りの強化、ハヤブサ切りの強化か。迅速連撃足りないか。ジュリエッタとかはまあいいかな。じゃあ今回はここまでにしたいと思います。